ブルーノ・ヒルデ・ブラントは、初期歴史学派を代表するドイツの経済学者。古典派経済学取り分け、デイビッド・リカードを厳しく批判した。ナウムブルクで生まれる。マールブルク大学経済学教授に在任中、ドイツ・オーストリア3月革命に連座したとして、反逆罪で死刑を宣告されるも、中立ヒ大学准教授を務めていたスイスに亡命し、処刑は免れた。スイスでは、 北東鉄道を設立した校を買われ、名誉市民の称号を与えられた。その後、スイスのベルン大学教授を経て、ドイツに戻る。晩年は、イエーナ大学教授を務めた。イエーナで死去。1948年に、著書エコノミックス・オブ・ザ・プレゼントザ・フューチャーを発表。経済発展の法則を追求した本書では、経済発展が直線的ではあっても、 循環的ではないと述べられており、ヒルデブラントの発想が社会主義理論にも影響を与えることとなる。実施は彫刻家のアドルフ・フォン・ヒルデブラント。カトリック哲学者のディートリッヒ・フォン・ヒルデブラントは孫に当たる。ありがとうございます。